止まって魔法少女と魔女が戦って、魔法少女も魔法少女と戦うとか。しかもうちの学校の生徒が魔法少女をしているとか。そんなの夢に決まって。はい、まばゆちゃん、朝ですよ。昨日はお店を抜け出して門限までに帰ってこないなんて。さきえさんは許しませんから。今日からちゃんと規則正しい生活よ。はーい。やっぱり夢じゃなかった。トマエさん、続きを読んで。はい。草むらの中からはしばらく返事がなかった。忍び泣きかと思われるかすかな声が時々漏れるばかりである。ややって低い声が答えた。いかにも自分は老妻の李朝であると。トモエさん、間違いない。クラスメイトは魔法少女。昨晩は帰り道をつけて自宅を確認したわけですが、おかげでお手伝いをすっぽかしたわけですが、門限オーバーで早紀江さんにたっぷり絞られたわけですが、ほんと散々な夜でした。でもティロ・フィナーレ。まだゾロゾロお友達を引き連れてやがんのか。十分収穫はありました。夢じゃなくて彼女たちが魔法少女だったとするならば、私は彼女たちの時間停止の魔法に巻き込まれている。ああ、なんて名推理。私の時間停止の問題も解決にぐっと近づきました。ただ問題なのは。グリーフシード独り占めしようってわけ。私にも分け前いただこうじゃないか。あなたに横取りなんてさせない。なんかものすごーく彼女たちが暴力的というか、ヤクザ映画ってくらいバチバチでしたよね。声をかけても味方になってくれるかどうか。街中で爆弾爆発させるようなテロリストまがいの人たちですよ。もし正体を知ってるって彼女たちに告げたら、口封じすらありえます。ここは目一杯慎重に観察を。俺がすっかり人間で亡くなってしまう前に一つ頼んでおきたいことがある。よし、よく読めましたね。それじゃあ次はアキさん。はい。仲良くお弁当ですか。対する私はコンビニのサンドイッチでぼっち飯。いや、そもそも対する必要全然ないですけど。トモエさんと他の二人は学年が違うし部活もつながりがない。それなのに一緒に昼食をとるというのはやはり魔法少女仲間ということですか。話しているのか。読心術でも使えたら読み取れるのかもしれませんが、何にせよ距離が遠すぎて。トモエさんがこっちを見た。いや、私
ぼっち力には謎の自信があります。あの距離から気配を察知されるなんてそんなわけないですよね。さて、いよいよ放課後です。今日本当は咲江さんのお手伝いがありますが、昨日のあれを見てしまった以上、お店の手伝いなんてしてられない。巴さんが一体何をしているのか、時間停止は彼女と関係あるのか、そして彼女は信頼に値するか、その正体、確かにこの目で見極めてみせます。こんな夜に、こんな人気のない場所に一人で、いや正体を見極めるとか意気込んでましたけど、気味悪いし危なそうなんで、そろそろ今日はおいとまを。逃げる気？今私に？教室からつけてきたのは分かっているのよ。やっぱりバレてた。一度しか言わないからよく聞いて。私にこれ以上近づかないで。じゃないと私はあなたを殺すわ。まずいまずいまずい、巴さんが今私を殺すって。いやいや、なんで私が命を狙われるようなことを、いつ？わかんないです、わかんないですけど、でも巴さんたちと関わったら私は。あれ、この感じもしかしてまた。よかったら、チャンネル登録と高評価をよろしくお願いします。